オカミンコレイちゃんのね、ベンの方ですね。これベンは、これあ、ベンをちょっと一部取って、あったかい生理食塩水と混ぜて400倍に拡大してます。そうするとですね、何に動いてないんだ最近は。これはでも、なんかちょっと動いてるのがありますよね、これ、うん、これ、うん、これはね、最近じゃないね、厳重だね。ちょっと違うところも見てみましょうか。ここは動いてるけど、これはこの場で動いてる、うん、これは最近です、その場で動いてるのはね、うん、でもさ、なんか移動してくのがあるでしょ、うんうん、一部移動してて、こっち移動しててるね、うん、これ厳重だな。他の場所、あ、ここでも移動してるのがいる。なかなか分かりにくいですけどね。ここもなんかちょっと移動してるね。でも便の細菌層自体はそんなに悪くないけど、なんか厳重っぽい怪しい動きをするのがちょっと今言いましたね。違う画面で、ここでもいるよね、なんか一個こうやって動いてないと、あー動いてた、こういうピントが合わせられないんだけど、これ、うん、で次100倍、400倍、今度は線虫の卵がいるとね、うん、あの楕円形で目ん玉みたいなのが見えるんですけど、うん、もうそれはいなさそうですね、うん、画面の消化具合、うん、炭水化物の消化具合、消化が悪いと黒くなります、うん、この一部ちょっと黒いとこあるじゃないですか、うん、ちょっと未消化反応、うん、ここもここもそうね、この辺はいいけど、なんかこういうところちょっと黒いから、うん、炭水化物の未消化反応があります、うん、からこのもう一個これ赤いじゃないですか、うん、で便がこういう色になるとちょっといかんのですけど、これあ、ここにうんちありますよね、うん、脂肪の未消化反応はないかな、うん、赤くは染まってないですもんね、うん、炭水化物がちょっと赤く染まってるかなと、うん、そうか、厳重っぽいのがいるんだ。はい、言っといて。